翔太さん、よろしくお願いします。翔太君はいくつ？21です。21歳で何をしてる人なの、あなた？基本は学生なんです。学生さん、はい、学生さんで。そうなんですよ。いや、もうさっき出てきた写真とかもどえらいやんか。そうです。いや、笑ってる場合ちゃうの？お両親何されてるんですか？あと母がファッション系の会社をやってまして、父がドクターなんですけど。ドクター。ドクターっていうか、まあダクトゥーね。ダクトゥー、ここは嫌なの。ダクトゥーですよね。だって今日の服でもハイブランドの香りしますよ。いやいやいや、ちょっと教えて。今日も高いの？ちょっとそうですね、少し高いかもぐらいです。カービガン的なやつはどこのやつなの？あ、これはシャネルなんです。可愛いですよね。あのパリに、なんかパリコレで家族と行った時に、ヴィンテージコレクション。ちょっと待ってくれ。まず海水浴行け。待って、言うとんねんそれ。さあ、そして黒沢。はい、ちょっと恥ずか、お恥ずかしいんですけども、先ほどなんか画面いっぱいにとんでもないものが。そうやで、お前メインの外出る時の40センチ用と、ちょっと家で頻繁に変えられる時の40センチ用っていうのはちょっと値段が違うんですよ。分からないですよ。ちょっと待ってくれ。当たり前みたいに言うけど、我々は分かれへんのよ。ご存知じゃない、40センチね。指原分かる。多い日より用。そうか。でもね、かのニーチェは言いました。え？爆買いしない人生に価値はない。言うてない。今回のボードをご用意しております。はい。ではボード、クモン。またや。ラパスで生活用品を爆買いする雛形さんの異常なストック癖とは。謎に包まれたセレブ大学生翔太さんの正体とは。1日で桁外れの爆買いにも密着。この指輪とこのサファイアのドダイヤのブレスレットにします。はい、お会計がある。さあ、今回こちらですね、はい、パパス女優雛形あき子の爆買い生活。ちょっと待ってください。いいんですか、あなたそんなネーミングつけられて。パパス女優。光栄です。まずはパパス。